と京都の方は何日ぐらい行かれるんですか。もう1週間ぐらい。次木曜日だけお休みいただいて、はい、次の火曜日の放送に間に合うように帰ってくるんで、はい、だいたい5日6日ぐらいですね。そうですか、はいはい、やっぱりどうです、あの地元に戻るとあやっぱりっていうふうな形で、そう、楽が、でもう本当楽できるので、はい、もうとにかくのんびりですよね、はい、ご飯作らなくていいので、あそういう意味で、はい、そうですね、楽ですね、はい、でもあとは神戸の父の実家のお墓参りに行ったり、もうでも子供たちをあとは遊ばせる、はい、あのスケジュールですね、プール行ったりとか、はい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 、ああそうですね。そうでもまあちょっととにかくこう火事から解放されて、はい。はいね、でもどうなんですか、あの向こうに行ったらあの、幼少期のこうね、うん、お友達にこうね会ったりとか。そうそう毎回、うん、あ高校時代の友人には会ってるんですけど、はいはい、今回あのいつもよりもちょっと短めなので、はい、もうなんか家族のスケジュールを入れるので、はい、多分もう会わないかな。ああそうなんですか。はいはい。ね、でもやっぱり蘇ります、そういうふうな。そうですよね。家に。はい、帰ったらやっぱそうですよね、家って懐かしいですもんね。あそうですね、で今年ね、33年目なんですよね、うんうん、あの大学卒業してから、はい、であの同窓会、うん、あのするんですよ。ですか、はい、それもなんか自分の誕生日に、うん、あのしてくれるっていう、わ10月すごい、先生主役、いやどんなのかあれですけどね、まあそういうふうな形で、はい、そうどこあの仙台に、あ大学時代ですから、もうちょうど仙台に、そうなんですね、はいはい、それで33年、もう今からね楽しみなんですよね。どんな、何月にあるんですか。はい、あ 10月、はい、10月に、日帰りですか。多分ね、自分はあの日帰り、まあ、まあ日帰りっていうか、うん、まあ一泊はしますけど、うんうんうん、その朝からもうこちらの方に向かって仕事っていうふうなパターンだと思いますね。ああ、はい、もうすぐに、すぐに帰ってきて、はい、楽しいです、ね、ですから前の日はまあとりあえずその開催される日はもう朝からもう行って、で遠くから来るんで、うんうんうん、まあ、全国からこう集まりますから、はい、まあ、ちょっとね楽しみなんです。楽しみですよ、ね、あいつがどういうふうな形になってんだろうかとかね、あいつ今どうしてるみたいな、どうしてるとかね、うん、いやそうですよね、はい、私同窓会とか全くないから、はい、ねえ、はい、いやすごい、もう本当そういうのもちょっと今からね、ワクワクします。いやーでも先生なんかもう鼻高々じゃないですか。いやそんなことないですよ。いやもう本当にね、でも挨拶とかされるんじゃないですか。じゃあいやそんなことはないんじゃないですかね。お誕生日な、まあ、お誕生日、あまあそれでちょっとねまあ、あれかもしれませんけど、うん、地元のやつがもうね幹事やって、あしてあとお世話になった先生方を退官されてますけど呼んでみたいな形になる。いつも時代のあれですか、同級生ですか。あもう大学です。大学の、はい、大学時代の、はいはい、それでも仙台。あ、はい、あれご出身の先生は札幌です。あ札幌、はい、札幌で大学に仙台にいらっしゃって、はい、で東京にこのままこちらに来て、へー南下してなってらっしゃるんですね。はい、じゃあいつかは京都へ、あ京都、そうですね、京都で店舗も開いていただいて。そうですね、じゃあ間もなく入ります。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、はい、今日最初にお届けしたのはラッドウィンプスで全然前世でした。